昨日飲んだからか。どうせならねえだろ今日も。で、あと3日間で1件鳴らせばもう僕の目標は達成なので、今日行かなくてもいいけどな。あ、でも行かないとダメか。1時間以上 Uber やるっていうのは、この私生活改革での条件の一つなんでね。そう、それでね、体重は朝測ることにしました。なんかいろいろ、なんか食べた後とか食べる前とか、測る時間帯がこうまちまちだったので、体重のこうブレが出ちゃうと。だから朝飯食ってトイレ行った後に測ります。ということで体重測定、絶対増えてる、絶対増えてるよ。お、耐えた耐えた耐えた、あ、はい、あ、あ、遅い、なんで、え、なんで、ああ、いや、めっちゃいい天気や。行こう。あれ、マジかよ。こんにちは。影めっちゃついてるけど。はい。遅。おい、ウーバー3、あ、4人？めっちゃ。怖っ。この道でウーバー4人並んだんだけど。気色悪いな。ふざけんなよ。懸垂セクション来ました。さあ、いつものように。なんかね、広背筋と、広背筋？あと横の、ここら辺を意識してやるといいですよみたいな。やっぱ意識することは大切らしいので、それでこう、昨日のように50回やっていきたいと思います。なんだろう、あのね、ここら辺とか後ろの筋肉がきついというより、腕、ここら辺が、ここら辺の筋肉使いますよ。まさかのここでなりました。20分ぐらい経ってますかね、今。笹塚だな。なんだ、どこだ、ライフ肉盛りそば。あー、これあれか、居酒屋デリーズね。やっぱガチのピーク時間は呼ばれるのか、ここにいても。ピー、はい、佐藤。いや、やっちまってんな、これ。うわー、これはやってしまってますね。了解了解。さあ、これはむずいんだよな。どう行こうか。あー、これはマッチか。こんなとこまで来ちまったよ。お、いいね、500円。お、ということで来たー、ゴールドパン。よっしゃー、ゴールドパートナー到達。ちなみに次は 何ポイント。おお、すげえ、かっこいい。ゴールドレベルに到達しました。かっこいい、これ。まあ、得点はどうでもいいんだけど。うわ、次あと150ポイントかで、プラチナ。え、プラチナが一番上なんだっけ。あ、ダイヤモンドか。え、じゃあ笹塚に戻ります。ゆったり戻ったら多分もう1時間経っちゃうね。さあ、あんまり今週自転車漕いでないんで、ちょっと坂行きます。めっちゃいい。もうね、50だよな。さあ、これ、この坂えぐいですよ。
やばい、終わる、全部終わる。危な、危なすぎでしょ今の。お家からはない。はい、ちょうどあと1分で1時間ですね。いや今日めっちゃいい運動になったわ。ということで最後あと20回ですね。いやその前にガチで懸垂やってみるか。あのね、上がる気配が全くしない。やっぱ猫背フォーム使わないと無理だわ。全く無理、何も上がんない。全然、全然ですね。なんか胸筋ばっかりついてきてる気がするね。胸筋ばっかりついてきてる。ここら辺めっちゃついてきてるから A カップぐらいもあるよ。力抜けばもう A カップぐらいあるから。ああ、いやでもねこれね、胸の方の感覚なくしたいよね。この 手の感覚だけにしたい。そうすれば触ってる感じになるけど、どっちの感覚もやっぱあるから、こっちの手は A カップな感じだなって思うんだけど、揉まれてるのも俺だから、おかしいことになっちゃう。だからもう体側の感覚もなくしよう。全然落ちない。ほぼ筋トレしかしてないようなもんか。ダイエットはほとんどやってないようなもんだな。よし、あ、もう2時か。どうぞ。うん、もうね、なんか作る、もう待てなかったんで、こちら。やっぱこれだよね結局。うん、ちょっと冷ますか。さあ、いい感じに麺が汁を吸っております。いただきます。うん、はい、はいはいはい、この腰ゼロの感じ最高。うん、あー、ちょっと寒くなってきたからめっちゃいいわ俺。はい、ということで7時半ですね。夜ご飯うがります。発表、結果発表、この前発売した爆なりお守りと優先組ストラップ、その月末までに売り上げた売り上げで、最終日豪華な食事を取ると言ったと思うんですけど、締め切りました。ということで爆なり優先組ストラップの売り上げ個数は52個ということで、まあ、1つ買うごとにこちらに100円入ってくるので合計で5200円ゲットです。ということで5200円分の何かを最終日に、食べたいと、食べに行きたいと思っております。で、初めて GoTo Eat 使ってみたいと思います。30、31に切れるクーポンが1つずつあるんですけど、最終日使えないということで前倒しにして今日30日のやつを使います。ということで筋肉食堂いきます。前回とは違うバージョンですね。骨なし鶏もも肉のスタミナガーリック焼き、単品1500円、ぴったり。よし、来た。はい、ということで待ちます。はい、来た、来ました。見えてますね。見え、こちら。いやー、ありがとうございます。いやー、滑ってる。よし、食べるぞ。見て、見てよこれ、やばいでしょ。いただきます。いいね、いいね。よし、
あの、なんでメガネ毎回取るかというと、邪魔されたくないんですよ。感覚を。全部味に集中したいの。なので、いつもかけ慣れたメガネだとしても、ここのちょっとした神経使っちゃうので、それが嫌だ。それで味 100% 味わえないのは嫌なので。うまい。うまい。うん。最後。うまそう。うん。ラストです。いただきます。ラスト。はい。なあ、最強。